どうもこんばんちは、キシトです。今回はね、こちらのゲームリトルナイトメア2というね、ホラーゲームをプレイしていきたいと思います。いや、リトルナイトメアシリーズ、よく2が出ましたね。はい、ストーリーとしては主人公はモノっていう少年らしいね。今回は謎の塔から発信される回電波によって歪められた世界に囚われていると、黄色いレインコートを着た女の子シックスは前作の主人公かなに導かれながら、モノは電波塔に秘められた暗い秘密を追うことになりますが、それは容易なことではありませんと。モノとシックスの行く手にはこの世界の残忍な住人たちが待ち構えている。あなたは新たな悪夢の数々に立ち向かうことができるのでしょうか、というのがまあ主な内容っぽいですね。早速じゃあ、初めからやっていこうか。ニューゲームでね。はい、動作確認のために毎度のことながら端はちょっとやった。はい、レボさんこんばんは。はい、テリーさんこんばんは。さあ、悪夢の世界を楽しむぜ。お、この子がモノかな。あ、かっこいいね。声が出る。おい、まあ、今回はなんか、シックスとかと一緒に協力したりするみたいだから、こう声を掛け合ってみたいなことがあるのかな。この子はなんか、袋を頭に被ってるね。さて、今回はどんな悪夢が待ち構えているのやらか。何なんだこれ。すごい虫がたかってるけど何が死んでるんだ。まっすぐ行くしかないのか。え、まっすぐは行けないのか。なんかそこジャンプできそうだな。ここあれか、飛び越えていく感じか。ジャンプー。オッケー。なんかの檻があるな。まあ、特に何か入ってるわけではない。で、オッケー、これで、オッケー、これでしゃがむボタンか。え、ちなみにそこの檻はなんか持てたりすんのこれ。開けるとかあった。あ、ねえな。普通に登るだけだったな。よし、進んでいくぜ。この子はなんでか頭に袋かぶってんだろうね。でもかっこいいな、なんかこのモノくん。うおー、なんだあれ、めっちゃ手足出てんだけど人なのか。登れないね。そっち行くわけじゃないのこれ。そっち行けないね。もう登れそうだけど普通に。こっから行けんのか。判定がある、どっか。OK OK。何なんだろうね。まあ、前回もさ、なんか、千と千尋に出てくるような醜い人間たちみたいなやついたけどさ、あら、何なんだろうね、あの人たちはね。ほっ。何これ。
明らかになんかトラップじゃねえ、これ。これ、引っかかったら絶対上のガンって落っこってくるでしょ。ほっ、そんなものに引っかかる俺様ではないのだよ。単純な罠め。これは何なんだ。押して、土台に、足場にするのかな。よいしょ。いいぞ。ほっ、オッケー。もうサクサクよ。もう前作もサクサクいってるから。はい、ゼロさん、こんばんは。走る。おー、急に急に走るってマジかよ。ちょっとびっくりして反応が遅れちゃったよ。危なーい。え、ダメだったの今の。嘘。最初から全力ダッシュしてるじゃん。何がダメでした。ちょっと右寄りに寄らないがダメだな。危ねえ。ちょっと左に寄りすぎたな、多分な。危ねえ。はっ。上になんかすごいロープが垂れてんだけど。ほうほう。奥に行けそうにはないな。どっか登れるところあった、これ。あ、ここからか。多分これ登れるな。よしよし、いけいけ。ジャンプしてー。はーい。あぶねえ。オッケーオッケー。自動的に戻っていく感じ。よし、任せろって。やっぱなんかこれ多分男の子だよね。やっぱ俺も男だから、主人公が男だとちょっと感情が入るね、いろいろ。これジャンプダッシュいけんのかい。うわー、これは何、どう降りるんじゃ。普通に落ちたら死ぬ気がするんだが。ジャンプで間に合うか、これ。間に合わないと思うんだけど。このロープを使う。あ、ここに足場があった。なんだよ。オッケー。登っていける。さあ走っていくぜ。めっちゃでっけえ靴あるんだけど、このモノくんのさ何倍もでかい靴があるよね。あらっすー。コメント見てたら罠に引っかかった。え、なんかさ、なんか足にあった。あー、なんかあるね。あ、確かに紐があるね。ほらほら、飛びすぎ。おお、そのための靴ね。まあ、多分投げなきゃダメだったろうな。よし、いや任せろってマジで。俺に任せておけ。なんかめっちゃトラワサビみたいなのが仕掛けられてるんだけど、トラッパーがいるのか、ここに。
我が武器だ。めっちゃトラバサミあるよね。オッケー、そう殴るのね。いいね、こう殴るみたいなの使える。木の棒でトラバサミ破壊できるのかなんか。おお、本作は武器があるのか。なんかいそうだな。おお、わお、トラップ仕掛けすぎだろおい。どんだけあんねん。うね。あれ、松ぼっくり。めっちゃ松ぼっくりがでっかい。ありそうだな。怖っ。怖すぎるだろ。意外と見えるね、ちょっとね。怖すぎる。なんなんだこれ。誰用に仕掛けてるんだ。手前はないね。オッケー。この辺もないね。よし。よしよしよし。松ぼっくり。もういらないかな。そっちまで投げらんない。おお、めっちゃあるやんけ。大丈夫だ。すげえ慎重に行く。完全横スクロールじゃないからね。危ねえ、目の前にちょっとトラバサミあった。あら、スーフーホーホー、危なすぎるんだが、マジで。だから言ったら任せとけってな。俺に任せとけ。このモノにな。すべて解決してやる。悪夢の世界を楽しむぜって言ったろ。この家の中かな。誰か中にいる感じするけどね、ケースの中に。うわぁ、この雰囲気懐かしいな。誰かいる？冷蔵庫、中には何が。食材がいろいろ入っているわな。登れるけど別に何もないよな。テーブルの上とか見れないかな。この辺とか開かない。開きそうで開かない。開きそうで開かない。あ、登れるね。お、夜間やれっぱなしだよ、ほら。鍋は何だろう、これ何の肉だろうな。めっちゃ荒らしております。めっちゃ荒らしております。特に何もなそうだな。でもの気配は、いや、ドアは自動で縛ってくれる。あの中は何もならそうだな。失礼します。お、超でっかい包丁があるんだけど。ぬお、抜けるか。あ、折れた。誰かいるのか、これ。誰か、めちゃくちゃ女の子いるんだけど。おい、聞こえるか、聞こえないのか。
私の声は聞こえないらしいな。ぶち破る。ダメだった。おい、コンタクトを取れないオルゴールかなんか回すのに夢中だな多分。この BGM 懐かしいね、前作のあれだ。あ、またあるぞ。ねえ、まさかり。斧ぐらいかあんの。うお、この体格にしてこの斧を持つ、なかなか力もしたね。ダイナミック入店だ。うわぁ、びっくりするや、向こうからしたら絶対俺不審者でしょやってることなんかもうジェイソンみたいな感じやん超怖いだろこの子からしたら。いきなり斧を持ったやつが扉ぶち破ってくるんだぜ。お、大丈夫か。これ女の子かな。お、なんか DLC に出てきた男の子にも似てるよね、前作の。なんだっけあの子の名前、シックスだっけ。なんもなさそうだね。あ、上に登ってる。まあ頭にもなんか紙袋かぶってるしね、不審者と思われても仕方ないよ。普通に上がって怖いよ、逃げ出すよ、当たり前だってどこに行くんだ。待ってくれ、すごい声がした。君が右に行ったけど俺は左に行ってみたい。何かあるかもしれない。一応実況者として。なんだこれは、帽子。帽子はポーズメニューで装備できる。へえ。あ、これね。何これ、ターバンだな。あ、でもなんかちょっと顔見えるね。でもね、このターバンちょっとダサいな。俺はちょっとダメだな。この紙袋の方がやっぱかっこいいわ。わかんない、ターバンもちょっとね変だな。そういうなんか帽子をつけるみたいなあの要素があるのね、装備要素みたいなのが。なるほど。わお、生きてんのかあれこれ、いや、これは生きてないだろ。どうなってんだこれは。失礼します。あの、生きてらっしゃるんでしょうか。完全に生きてませんね。完全に人形と化している。テーブルを荒らすやつおい、ダメだ何なんだろうねこの人たち。元は人間だったのか、それとも最初から人形なのか。気持ち悪いな。でもな、お、待つんだ、俺は敵じゃない。お、こっち来いって。急に協力的になってくれたね。おお、めっちゃモードすんだよな。なんか来そうだぞ、早く来い。大丈夫かあの子は。登ってきてんのか。あ、来てるね。協力していくって。よし、頼んだぜ相棒。右側には何かあるか。
特に何も起こってはならそうだな。ほっ、ちょっと俺も登らせてくれ。よし、鍵があるな。相棒、あれはジャンプではいけそうにないな、さっきみたいにな。お、オッケー、ほっ、任せろ。ちょっと先を見てくるぞ相棒。クランクを持ってるぞ。大丈夫かこれ、奥には何もない。拝借します。離せい、腕ごと持ってった。気持ち悪いわ。なんかこっちにもありそうな感じするな。足場が見えるけど、今戻るぜ。よしよし、大丈夫か、いるか、ちゃんと相棒いるか、投げるぜ、おらお、やってくれた。てっきり俺が自分でやるもんだと思ったけど。相棒、難しいのか相棒。あ、そういうことね。ほほう、やったぜ、鍵ゲッチョだ。で戻る感じだよな、多分な。ほいっ、しっかりついてこいよ相棒、俺に任せろ。この子男の子なのか女の子なのかいまいちわかんないな。よし、ちゃんとねこう階段使った方がいいんだね。飛び降りたら死ぬ気がする。はっ、よし、お、外だな。めちゃくちゃ足跡でかくない？これトイレかな？もう飽きそうにはなさそうだな。あ、なに？ジャンプ、ジャンプモーション入ったよ。ほっ、ほっ、開けてくれた。え？何あれ？え？何が起きたの今？なんか、この子の残像みたいなのがいたんだけど。トイレットペーパー。一体何が起きたんだっていう話なんだよな。お、セーブが入りましたね。よし、じゃあとりあえず一旦この辺でじゃあ終わりにしましょうかね。じゃあ動画の方はまた次回ということで、それでは。